はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表と連動ありません。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベース、明確な方向感がない中、レンジ内での動きと考えております。それではテクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。はい、2時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線真横を向いております。2時間足ボリンジャーバンド、全くトレンドが出ておりません。はい、2時間足ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。はい、こちら2時間足の一目均衡表です。ローソク足と雲の位置関係からトレンドレスということです。はい、それでは本日、ロンドン市場のサポート、レジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは90円ちょうどレベル、90円ちょうどレベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは91円ちょうどレベル、91円ちょうどレベルと考えております。はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ、90円ちょうどレベルから91円ちょうどレベル、90円ちょうどレベルから91円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、株高リスクオンも5ドル伸びずということで、はい、本日、アジア時間なんですけども、株式市場は底堅く推移で、リスクオンの円売り優勢ということで、ドル円とオーストラリアドル円以外のクロス円は底堅く推移をしておりますが、オーストラリアドル円につきましては方向感が出てないということです。はい、チャート形状的に、見ましても2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表トレンドレス状態ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には明確な方向感がない中レンジ内での動きと考えております。オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的に明確な方向感がない中レンジ内での動きと考えております。はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をして、キャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と、新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。